だけですよ。ここね、ほぐしながら油の通り道たくさん作ることで麺を上がりやすくしています。ムラがなくなるので、ここで160度くらいの油で2分間揚げます。今たくさん出てる泡、麺の中のお水です。じゃあ皆さんね、こちら来てください。あ、怖いよ。こちらでご案内ですね。皆さんが油で揚げながら水分飛ばして乾かしてました。この方法、瞬間ゆで時間方法が2分ほど揚げます。油の方を揚げます。